と巨大魚の恐怖。ベンダーベンダーファンの皆様、本日は三輪王からサクラメントまでのレースをお送りします。おやおや、何かおかしいぞ。地震だ。スタートした。レーサーたちには地震なんか何でもない。まずはスーパービキニクワンがトップに立った。トップに立ったぞケンケン。作戦開始だ。優勝だ。そおっと、ピクシー&ディクシー、タイヤのパンクとともに吹っ飛んだ。イエーイ。悪いやつ。さてさてさて、次のコースは海底公園だ。引き離したぞ。もう優勝したも同然だ。やっぱりパンク作戦は効くな。次はどっちだい。こっちこっちこっち。さあ、他のマシンもやってきた。ちょうどイルカのショーの時間だ。ヨギベア、それはイルカの食べ物だよ。嘘。なんかジメジメしたトンネルだな、ケンケン。本当にこっちで間違いないのか。わかんないね。おお。うわ。ここにはツバメの大群が戻ってくる。毎年同じ日にね。おっと、今日はその日だ。おっと、これは予想以上の大群だ。さて、こちら南カリフォルニアではおなじみ交通渋滞。チェ、これじゃニューヨークの方がマシってもんだぜ。まあ見てろよ、ここから抜け出すとっておきの手があるのよ。それどうだ。あれ、いい。さて、レースは有名なマッスルビーチに差し掛かったところ。ブラックマを潰された。次にやってきたのは砂の城。男と女に分かれているよ。バカバカしい。こんな順番待っていられるかい。ほれケンケン、これで変装して女の城を通るんだよ。いいね。取れないよ。あ、困った困った。さて、各マシン快調に飛ばしている。なんとキャラメルの道だ。くっついてしまって動けない。ヨギベア、全部舐められるのかな。お腹が空いてなくても食べちゃうよ。引っかかったよ。どうしよう。任せておけよ。あれを利用しようぜ。これはいいアイディアだよ、トップキャット。さて、ここはモンテレー、そしてサンノゼ方面へ。チューチュー、サンノゼまでの道わかるか。さ、知らない。そう、カリフォルニアのブドウ畑、美しいね。さあ、いよいよサクラメントのゴールだ。猫じゃらしい GT4 がリードしている。そのままゴール。優勝はトップキャットとチューチュー。今日の商品は何かな。カゴいっぱいのカリフォルニアのイチゴだ。まあ、イチゴだよ。ちょっと乾燥してるけど、いけるよ。そうかい。
硬すぎるよ。